京都営業所所属者、近鉄バス京都営業所は、京都市伏見区向島にある、近鉄バスの営業所である。向島ニュータウン内の路線バスと、高速バス、観光バスを運行する。営業所の最寄り停留所は、四谷池である。京都地区の近鉄バスは、もともと、京都近鉄観光バスとして、奈良電気鉄道のバス部門や三重交通京都支社からの異常により、 路線バスと観光バス事業を開始した。その後路線部門が1967年に、観光部門が1972年に、近畿日本鉄道自動車局に吸収され、京都営業所が設置されることになった。京都地区は、京都市内と京都奈良間の路線、このほか上駒営業所が、京都府南部の路線をカバーしていた。百七十三年に上駒営業所の路線は、 奈良交通なら営業所に上とそれ以外の路線が残る形となった。1979年には、向島ニュータウンがオープンし、域内の路線バスを引き受ける形となった。1998年には、京都奈良間の京都線の運行が終了し、以後は、伏見桃山城、キャッスルランドへのアクセス路線と向島地区のみになった。 その後2003年にはキャッスルランドも閉鎖されたため、現在は向島団地線のみの運行となり、これに加えて京都を起点とする高速バスを引き受けるようになった。営業所は2002年にそれまで伏見区竹田にあった車庫が閉鎖され、現在の向島団地内の折り返し場に移転した。2003年より、スルッと関西にも対応しており、バスカードの運用も開始した。 現在、京都営業所唯一の一般路線。向島団地内の循環を中心に、一部が、武田駅東口まで運行する。団地内の循環系統は時間帯により、運行経路が異なる。9.10番は以前は、桃山古良前駅まで運行されていたが、2011年12月21日より、武田駅東口への乗り入れを開始した。 本営業所が担当する路線はいずれも京都駅八条口を奇襲点とする路線である。中高路線の白浜特急線と見え、特急線以外は夜行路線である。内部リンクのある路線の詳細は各項目を参照のこと。秋特急線、国虎号京都駅八条口名神、大山崎名神、高槻名神茨城インタ安倍の橋。 バスステーション近鉄南場西口大阪駅前、三宮バスターミナル、山田駅通の1駅赤岡南町安駅、和食高チ東部交通明け営業所明駅、安田役場通田野役場通那張駅伏見、桃山城、キャッスルランドへのアクセス路線。通年運行していた。遊園地の閉鎖で廃止された。近鉄バスの路線では、比較的後まで、前乗り先払い方式であった。 京都奈良を直通していた路線。奈良電気鉄道バスにより1952年5月11日に開業した。系統番号は京都方向が50番台、奈良方向が60番台である。この路線は1949年頃にはすでに計画されていたが、開業までに計画を一部変更した。開業直前の1952年5月10日発行の 京都新聞記事によると、運行開始当初は停留所は27カ所設置。運賃は全区間乗車の場合は100円。朝ラッシュ時の開始直前から夕方ラッシュ時の終了直後までの時間帯に20往復が設定され、うち朝夕の1往復ずつが急行運転を実施し、残り18往復は全停留所に停車する一般便であった。当時の所要時間は、 休行が1時間10分、全停留所停車の一般便は1時間20分であった。この当時の国鉄奈良線の軽な間直通の客車、及び機動車列車が1日10往復前後であった。ことから、沿線旅客はもとより、軽な間直通客の輸送を一手に引き受けていた。なお、休行便は後に廃止されているが、廃止時期は不明である。 この路線は1963年10月1日より近鉄バスに継承され、1965年8月25日より奈良交通も参入した。奈良交通では参入以前にも大和八木駅から近鉄奈良駅を経て京都までの路線を運行していたため、共同運行の扱いになっていた。奈良市内では停留所が奈良交通より少なかったが、 同車便も近鉄に停留所を合わせてあったため、奈良市内では休行運転としていた。京都市内も、マッを除き、クローズドドアシステムとなっており、近鉄京都駅、桃両団地前館は、京都業が下車、奈良業は乗車の見扱いであった。また、京阪バスも1962年7月26日から1996年3月まで、 楽南営業所やましな営業所が京都奈良間の路線を持っていた。京阪バスと近鉄バスでは免許上別路線扱いであったが、奈良交通参入直後の再生時は時刻をお互いに調整しが時間2本、京阪バスは時間1本であったが合わせて約20分ヘッドを維持していた。再生期は約4 6トルを 開業当初より20分程度遅くなったものの、約1時間40分で運行していた。しかし1970年代に入ると、国道24号や奈良市内での渋滞などで2時間以上かかることもあり、また国鉄奈良線や近鉄京都線の増発などによって乗客減に悩まされるようになり、愛前後して各社が減便を実施するようになった。 1980年には奈良交通便や京阪バス便を含めて所要時間は増加したものの向島ニュータウン内を経由するなどして手こ入れを図ったがこれによる乗客増にはつながらず逆に前線を乗車する乗客の減少がますます著しくなってきたことからダイヤ改正の度にさらに減便が実施された1996年に京阪バス 奈良交通は逐次撤退したこれは自動車への移行と定時運行確保の困難さが大きかったものであるが、近鉄京都線の列車本数の増加による利便性の向上と JR 西日本奈良線の増便に伴い乗客の移行が非常に顕著であったこと、さらに JR に比べ運賃が非常に高かったことも大きな要因であった。他社撤退後も、 最後まで運行していた近鉄も、最末期は、京都奈良間を月に一度だけ運行という形になり、1998年3月に運行を終了した。近鉄京都駅前の停留場の位置は、新とホテル前であった。この路線は一部便が大安寺にあったなら営業所の担当であった。三重特急線、三重特急線、白浜特急線、宮崎特急線一般路線バスは、 向島地区の需要が小さいため中型バスのみが配属される。使用者指揮制の都合もあり、9年式車が大阪府内の営業所から移ってくることが寒冷化している。高速バスは担当路線の分だけのため最小限の台数になっており、八尾営業所から応援の車両が来ることも多い。2008年には夜行用三列独立シート車の新車が導入されたが、 これまでのスーパーハイデッカーからハイデッカー車に変更された。理由は2008年製造の車両は直結クーラーを用いている関係上、従来の車両と比較して車高が高くなっていることから乗り入れ先によってはスーパーハイデッカー車両では車高制限により乗り入れが不可能な箇所もあるなどの点を考慮並びに購入コスト削減が挙げられる。中高路線の三重線については 観光バスの9年式者を流用していた。ありがとうございます。